他人の顔色を伺わない自分で決めて自分でやってみるそして自分でやってみたことの結果がいいことであっても悪いことも全部責任を取る必ずそういうことを繰り返していくうちにあなた自身が本当に楽しいと思えることに出会えます。<music> 歳歳ですかかねのの男性からのお悩みですお悩みの内容は「今全く楽しくないんです」「楽しいという感覚すら分からなくなりました」「ムカつくことはあっても楽しいって思えないのです」「飲み会も愛想笑い」「心から楽しんでいる人が羨ましいです」「雑談も義務的にしているみたいです」間を埋めるだけの 埋めるためだけの会話に疲れてしまいました辛いです変えたいです何かアドバイスいただけたら幸いですと具体的なことが書いてなくってただ全く楽しくないとかいう感覚だけをずっと書き綴ってらっしゃるのでどうしようかなと思ったんですけれどどうしようかなというのはあのお答えをしようかなどうしようかなと思ったんですけどあの基本的に いろろんんな質問が来るんです私のところにだけれどやっぱりねお会いしたことない会ったことない方からたくさんこうやってインターネットを通じて質問が集まってくるっていう状況の中できちんとお答えしたいんです私も。なのでいろいろな背景っていうものも聞かないとただ言葉短い言葉でポンと「辛いんです」って言われても何がどう辛いのか分からないっていうのを正直なところなんですね神様じゃないですから。だけどやっぱり 状況によってはこまごまと自分のことをこういうことがあってこういうことがあってこういうことがあって辛いんですということが人に話せる伝えられる書けるということはある程度ですねお悩みのレベルというのが浅いというよりはその今の悩みのこう深さの段階がやっぱりあるんですけれどもこれがですね本当にこう 面倒くさいから簡単な文章で質問を投げてくる適当にどんな答え坊主が返すのかなと思ってバンと投げてくる人もいるんですけれどでもやっぱりこう本当にこうどん底の状態にある人って書きたくても書けないっていう人もやっぱりいるんですね。なので一応ですね全部見て本当にきちんときちんと答えたいなと思って私なりに頭を悩ますんですけれどもあのこの、ね「全く楽しくないんです」っていうところからの書き始めの質問。 で、私自分が大学生の時ぐらい1819ぐらいの時にこういう感覚だったのですっごくよく分かるんですなので今回ちょっとピックアップしてこのご質問に対してお答えしようかなと思ったんですけれども全くくくく楽楽楽ししししなななないいいいんんでででですすす感覚がかからりななりましたムカつくばっかりで楽しいと思えないんです本当そうですねそういう時期ってありますしそういう状況に入った時っていうのは。 何かがものすごく具体的に辛いんじゃなくて、とにかく漠然と毎日辛いんですよね。つまんないんですよね。まあこの方は最終的に変えたいですっていう言葉がある。変わっていただきたいですね。だし変わらなければいけない。時々こう悩み相談なんかで変わらなくていいよっていう結論があるんですけど、あのまあ。 ねえー、本当に危ない状況もううつとか統合失調症とかでもう思い詰めていらっしゃる方にですね「うん、そんな性格じゃダメだすぐ変われすぐ変われすぐ変われ」って言ったらもうどんどん追い込んでしまうので一応こうあの心理カウンセラーの方とかね臨床心理士の方とかいろ、まあ、んなそういった心理学の勉強なさった方っていうのは、えー、そういったどん底の状態にある人に対して頑張れとかね変われとか言わないんですよ。うん 変わらなくていいよっていう言い方をしたり、あそのままでいいんだよっていう。でもこの方は変えたいですっておっしゃってる。最終的にはやっぱ変わらなきゃいけないですからね。変えたいですって言ってるので変えたいですよね。でまあ問題問題なんですが、多くの質問に共通することとして、とにかくねみんなと合わせるっていうこと、みんなしすぎかなと思います。小さいとは親が子供を守る権利があの権利というか義務はありますから。 親の言うことを聞くっていうことはすごく大事ですけれども、やっぱりね、だんだん大きくなってきたら、親から子供が離れていくわけですで。その時に親の言うことを聞く、そして親の言うことを認めつつ、親の言うことに従わないっていう経験をしないと、子供はやっぱり親から離れていくことできないんです。で、これは親に限らず、多くの友達がいて、友達といろいろと意見を聞くし、話し合いもするし。 いろんな価値観も聞くけど俺ははこう思ううう思といい部分っていうのすすごく大事で,すでおそらくこの方は飲み会、ね、いろいろといろんな集まりに行ったりいろんなことをやったりって言った時にですねすごくこういろんな人の価値観とか真面目な人なんだと思うんですよいろんな人の価値観とかいろんな親の意見とか。 まあそういった自分が本当にいい本当に楽しいとか本当にこれ好きだなと思うこと以外のことに合わせて来すぎたのかもしれない。<っ>問題はもっと悪者になっていいかなと思うんですよね。もうちょいちょい悪になっていいかなと思うんです。本当の悪人になったらダメですよ。だけど男の子でしょう。 二十歳でしょう,うん親の意見とか友達の意見とか顔色とか伺わずに人の迷惑にならなかったら自分のやりたいことやったらどうって思うんですよね。この人の人問題あの本当に背景を全然知らないで あの楽しくないんです自分を変えたいです辛いですアドバイスお願いしますようやくするとそんぐらいの質問なのであの何が実際あったのかっていうのは分からないままお答えしているので的外れになるかもしれないということは承知しておいていただいた上でこの文脈から何となく私が感じていることとしたらこの人は自分が本当にもっと友達に嫌われたらいいよね親にも嫌われたらいい。 自分の周りの期待値に対してもっと道逸れたらいいかなと思うんですよ処方箋としてお伝えしたいことは「大、え、愚、ー」というあの言葉です。でこれはあの、まあ、私の防賛面なんですけれど「えー、大きな愚かと書きます」えー「大愚」えー、になるっていうのはなかなか大変なことなんですけれども。 愚か者になってみる。ね。愚か者になって、周りの意見とか、周りの親の期待とか、そういったものを一回。ぶち飛ばしてみるっていうことが必要かなと思います。人間っていうのは。放っておいても、どんどん変わっていきますよね。例えば、私たちの皮膚は。二十八日。サイクルぐらいで、どんどん入れ替わってます。新しい。命が生まれて、死んで、細胞、赤、赤がそうですよね。赤になって。 皮膚がボロボロ、あの、自分のこの、えー、肉体の。あの、システムっていうのをね、新陳代謝というのをしてますから。皮膚だったら二十八日周期ですよ。ね、骨だってそうです。骨だって七年ぐらいで。全く新しい骨に生まれ変わるんです。実は私たちというのは、毎日毎日どんどん変わっています。あなたの肉体も変わってます。世の中も変わってます。ものすごいスピードで実は世の中が変わっています。お釈迦様はそれを諸行無常と。 いう言葉で表したんですけれどもすべ、えー、てのものが時間的に空間的に一瞬たりともとどまることなく変わってってるんですこの方変えたいんですって言うんですけどあなたはもうすでに変わってるんです肉体的にね変わっていいんです好きなようにやっていいんですただし人の迷惑をかけたりとかね、誰かを傷つけたりとかそういうことがない状況の中で 思いっきりやっていいんですよ人間ってあなたがあなたの思うことやっていいんです周りの友達に愛想笑いする必要ないじゃないですかそんな飲み会出て行かなきゃいけないんですいいんです私飲み会なんか出て行かないですからいろいろな団体とかいろいろな絡みとか大人になればなるほどいっぱいありますね、仕事の付き合いなんとかの付き合い二次会何次会出る時もありますけど基本的に私出ないことの方が多いです結構一人です 一人ででいいいるっっていうのもまたすすごい重要なんです楽しくない飲み会に出てってみんなの愛いそろえに付き合ってるぐらいだったら自分一人で本読んだ方がいいでしょ。楽しくないのに無理やり遊びについてってなんかやるぐらいだったらなんか自分の好きなことやった方がいいじゃないですか。楽しいことを見つけたかったら一人でいろんなことやってみることです。 誰かが楽しいと思うことに引きずられていって楽しいことに出会うこともありますけれども所詮他人の価値観でしょうねえおそらくこの方は真面目なんだと思うんですいろんな友達も多いんだと思うんですでもいろんな人たちの顔色を伺っていろんな人たちの、えー、付き合いに乗って誘,誘われて乗って出かけていくっていうことによってですね自分自身の中で俺は何を一番楽しいと思うのか俺は何を一番やりたいと思うのか 俺は変わりりたたいいいと思っているけどどういうものになりたいんだ俺は何者になりたいんだ俺は何者なんだっていう自分自身に対して自分が面白いことを見つけていく自分が楽しいと思うことを見つけていく自分が自分を練っていくという時間が今までなかったのかもしれないです。ちょっといろんな話をしてしまいましたけれども処方箋として変えたいですどうぞ変わってください。あなたほっといても変わっていってるんですから。 体は変わっていってるんですよ。そうですよね。小学生のままのあなたじゃないでしょう。もう二十歳になったら。変わってきましたよね。あとはあなたが変わればいいだけなんです心の中で。他人の顔色うかがわない。親の意見は聞きながらその通りにしない。あえてそういうことをやってみる。親の意見が正しい時もありますよ正しい時もありますけどあえてそれは参考にしつつ「申し訳ございません」「そのご意見には従いません」 それいいいなと思っったら従ってくださいでもそれがいいと思えないんだったら自分でやってみる、ね、とにかく自分で決めて自分でやってみるそして自分でやってみたことの結果がいいことであっても悪いことも全部責任取る必ずそういうことを繰り返していくうちにあなた自身が本当に楽しいと思えることに出会えます。 本当にね楽しいことが見つからない面白いことが見つからない自分が本当にやりたいことが見つからないっていうふうにしてあのいう相談はものすすごい多い多んです当然だよね本当に楽しいこととことんやったことないんだからみんな誰かに押し付けられたことをやってるからでもそれを本当に自分がこれ面白いなと思うことに出会うためには自分一人の時間も作って「俺は何がやりたいどういうことが本当にやりたいんだ?」本当にこれやりたいと思ってるのか?」 どういうふうな人生を生きたいんだということを自分の中でぐーと自問自問答してていいいくっうううそういう時期が必要なんですねまさにちょうど私も19から20歳ぐらいの時にはこういう時期があって毎日楽しくなかった大学に行ってながらですけれど、ね、で20歳の時の成人式も出なかった私はあの愛知県から出て東京の大学行ったんですけども東京で一人で 二十歳の誕生日は一人でアパートで悶々としながら過ごしたってことを覚えてますけれどもでもああいう時に友達の誘いも断って自分一人で「俺は何になりたいんだ何をやりたいんだどういうことが好きなんだ」っていうことを毎日毎日多分自分に通ってた気がしますだから外から見ると傍から見ると一見面白おかしく生きてるように見えていつも頭の中はずっと苦しかった心の中はずっと苦しかったっていう覚えがあります。 だからこの質問ぶっきらぼうな質問なんですけどパッと見てねあの、目に留まったんですけれどもあの、どうぞ楽しくないっていう今の時期ねでも変えたいつらいっていうこの時期すぐには解決しないと思いますけれども、えー、愛想来をしなければいけないという周りの関係をバツンと立ってちょっと自分一人でこのつらい時期に対してしっかり向き合ってみてください。 俺は何が一番楽しいんだ俺は何が好きなんだということを自問自答してみてください。で一つだけちょっとヒントがあってそういう時期に自分が本当に尊敬できる憧れる人に会うっていうことはものすごい重要ですそこから抜け出していくヒントになります。まあ、今インターネットがいろいろあるのでいろんなものを見たりいろんなものを聞いたりいろんな本を読んだりそういうことできますよね、えー、まだ若いいんですからぜひそういうものを見てね。 うわこの人かっこいいなあなんかこの人に会いたいなあって思うものがあったりいたりそういう方がい,いらっしゃったりしたらぜひねそういう方に会いに行ったりそういう場所に行ってみたりおそらくそんなことも今の楽しくないというご自分の状況を大きくですね変えてくれるきっかけになったりします。ということで「楽しくないんです辛いんです変えたいんです変わってください」。